ことをした記憶が全くないのにガチで妊娠してしまったランを前にリアルにあれれおかしいぞって声が出てしまったコナン君にも笑顔を届けたいチャカマランチュンと高田さん、シャシです。体操商品一致するまで帰れよせー。高田さん結構一致企画やってるんですけども、今回はそのダイソーの商品で一致でござんす。はい、いきなりそれぞれが揃えろってなっても多分揃えられないので、視聴者さん知らんと思うけどダイソーってめっちゃ商品あって、大体みんな言っとるんよ。みんな知っとくかな、日常的に言っとるんよ。一回一回お題を出したい。はい、いいですね。そのお題に沿ったものをそれぞれ買ってきて心通わせながら一致させましょうっていうものでございます。なるほどね、はい、そういう企画で本日やっていこうと思います。はい、せーの、ジャパラン。心が踊るもの。おー、ありがとうございます。いきます。エンジョイ、音楽は鳴り続ける。エンジョイに届けたい夢の鐘を。収まりでちょっと揃ってる風、うん、そうだよね。あれ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 、僕は巾着袋です。踊らんやろ。踊らんやろ。いや、見てください、なんて書いてますこれ。だーるだーる。まあちょっと、まあ正直でもタコトに合わせると思ったら変えたかもしれない。変えたかもしれない。俺見つけきれんかった。いや俺も見つけてない。めっちゃ地味な、ちゃこんなところあった時。じゃあみんな合わんやろ。合わんやろ。一致させる気ないやん。マジで踊るよこれ。ほんま、あったこれ。こんなあった。赤踊るでしょ。すげえ。これは心踊るわ。組み立て式グライダー。いや、ちょっと作って。作るよ、作るよ。ああ、言うと。ああ。そんなに嫌かこれ。嫌いないんよ。ちっちゃい頃、祭りのステージイベントでこうでキュ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 ってやるおったんよ。こうあの人のステージの前でわーって言いながら。めっちゃ邪魔してるやん。すげえ。あ、めっちゃいいじゃん。やるよ。いけ。いきます。止めて。殺すぞ。いくよ。マジで受け止めてよ。あ、ほい。この絵かわいそすぎやろ。じゃあ私の踊るものはバスケットゴール、はい、これこう踊るくない？こうつけてこうやって入れるやつ楽しめる絶対。3人は多かったら次行きましょうか。うん、行きましょう。ありがとうございます。一番コスパがいいものね。あー、コスパがいいものやっていきましょう。うん、はい。ギミギミナオ、ギミギミナオ、ゼゼゼゼ、ヒトバラダラダラダラサーベージ。いや、それコスパじゃなくて、エスパやろがーい。今ゴーイゴーイ。もう俺、いっちゃん最初に思い浮かんじゃった。はい。シューキーパー。はぁ、あ。これね、マジで。結構スーパーがいい。普通にあの高いやつ買ったら7月するぐらい、1足とか。これ片方200円、400円でシューキーパーできるわって。マジで。これね、本当に超欲しい。おい、今ね、ね、今ね、俺、仕事で使うときに使うんよ、これ。ね、仕事で使うときに入れるのよ。やべえ。ねえ、もうめちゃくちゃ木の味する。これめっちゃ木の味。めっちゃ木の味する。めっちゃ木の味。いや、木の味がして美味しいっていうコスパがいい。違うのよ。もうええって。お前なんでまたする。それはもう笑わせたいじゃないじゃん。舐めたいじゃん。それ2回目は舐めたかった。消耗品とかがかなと思ってて。あ、それもあるよ。マジでここ間違いなく一番ビーフジャーキー。いや、マジで犬の立場になって考えてみて。一回、ガチで。あ、まあ、ご褒美で1本あげたらね。1日1ご褒美だとしたら、20本ぐらい入っとるけん。確かに、20日持つのはコスパいいわ。どう？まあ、俺は、うん、ちなみに、印鑑。もう、一生持つ。一番コスパいい。これが。一番。もう一応、矢野にしとる。一応、この。なんでやねん。一応。何の一応。一応、矢野。矢野は何？何？ダイソーの社長。ダイソーの社長さん。夏が来るから海へ行こうよ。今ゴーイゴーイよりゴーイゴーイ。鍋置いとこう。いいから。じゃあ僕から行きます。はい、はい、
これ、ボケてないです、本当に。はい。無人島に行った時の一番の困ることは何ですか？はい。体温が冷えたらまずい。まずい。雨風で体温下がる。確かに。レインコート。おー！レインジャケット。すげえな、マジでソウルメイトやわ。おお。じゃあ、聞いていい俺。うん。俺が買ってきたのは、携帯ハイザーでーす！ポイ捨てはダメじゃん。俺ポイ捨てしたい。いや、タバコ持てっとるやんけ、お前。3回目にしてもドボンです。まあまあ俺は一応このビーチですら眩しいからね、日差しよけを一応ね。ねえ、日差しよけいらんやん。眩しいけあれね、あれどうなかったなー。どういきた、これこれカッターナイフやろ。おー、こうやって、はいはいはい、こわっ。ペーパーハンガーですね。木に当たったらプラスチックって安いやつだとすぐやるよ。すぐになる。あ、だいそうなんか一瞬で来れるでしょ。1ヶ月もっと試してない。言い過ぎ言い過ぎ。なんやねんそれ。なんやそれ。星型のこの、いやなんかどこが中二なんそれ。いやいやいや、ブーメランか。あー、なるほどね。レジャーシート、あの、すごい現実的やね。こちらの商品はチン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 ターン、ダダン。懐かしい。ピッ、100円ではございません。ノーソーこれ悩んだ。俺悩まんかった。マジでこれやって、もう体から決まっちゃった。早すご、おしゃれなお茶碗です。おしゃれなコップです。あー、そっちか。陶器的な。待って、俺も似た感じ。あー、200円ですよねこれ。あー、ごめんごめん。ちなみに俺もお皿。うわー、どうだ、これちょっと、マジでこれはガチで100円じゃない。やろ、なんかこれテレビでこれをこうやってポンって置かれとったらこれ100円じゃないって思うよ。超優秀なデザイナーさんの2500円ぐらいしそう。あー、やっぱあるまあけど高い、この小皿2500円高い。どこよ、高い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 。めっちゃ悩んだんやけど俺も、うん、これ一番考えたわ。マジで、うん、ありがたいわ。ゆとし出してみて。あ、俺多分お前が正解で言ったらしくない。そうだ、これですね。恐竜パクパク。これ恐竜パク、これが一番喜ぶよ、多分うちの息子。ボールにしたんですよ。ふわふわのフリスビーです。フリスビーか。いや、これ投げれ、これまず触ってみて。ほんまにそれ喜ぶよ。絶対喜ぶ。ほんとに恐竜食べるの大好きなのに、握ったらパクパクです。爆笑爆笑。こんな本アルミシート。あー、マジで。え、これあった、災害の備え。え、めっちゃこれじゃん。もう違うよ。いや、待て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 、次行かしてよ。俺、俺ね、ちょっと同系の商品。え、アルミシート。アルミシート。やだ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 。これはガチで。それ俺にかかったの。マジで、マジで頼むぞ。ほんまに頼むぞ。いや、あの、え、言ったらこういう系統だったらいいやろ。寒さしのぐ系だったらいいやろ。寒さしのぐ。カップラーメン。ごめん、これは本当に俺やらかしたわ。やらかしたわ。俺迷ったもん、こういうアルミシート系と。せっかく初めてのビーチ出たのに。いや、ほんとごめん。ほんま悔しい、これ。これなんてもう、マジで合うよ。マジで合うでしょ。うん。キッチンペーパーです。そっちか。タカトの気持ち考えたらこれ変えたわ。せやろ、だって何回も見ちゃうよ、俺の家。ごめん。いや、でもタカトさ、綿棒置いてない？綿棒置いてるよね。じゃあ、次何？え、俺は、あの、竹用紙。綿棒かと思った今の流れ。俺もね、綿棒かと思ったよ今の流れ。綿棒やったね。いや、俺ね、綿棒か竹用紙から迷ったよ。面白マスク。ま、今だけは思んないよ。で、めっちゃふざけてると思うやん。マスク買うかなと思ったよ、みんなが。あー、いやー、実はふざけてないが、これ実はちゃんと買ってきた。懐かしいと思うやつ買ってきた。俺は出したら多分みんな懐かしいと思う。でも本当に、いや、俺も絶対懐かしい。懐かしいと思う。これです。頼む。もう本当に。マジでお願い。本当にお願い。本当にお願い。本当にお願い。ひとし、マジガチで頼む。懐かしくない？もうラインナップが。買ってないし、このちっちゃいやつ。ねえ、買ってよ、これ。タラタラしてんじゃねえよ。カップリコ、カップリコ。あ、カップリコ。これ食いよったやろ。そうか。いや、これちょっとすごい。お題がまたミスった、俺多分。ミスったね。ちょっと。お題は結構良かったよ。ほんま？うん。どうする？次、豚麺っぽい食べ物とかにする？答え。どのお題がいい？じゃあ、うん、セクシーなもの。セクシーなもの。ちょっとエッチな、うん、もうそれしかないやんって思ったもん。いや、俺も圧倒的チュンのことを考えて買った。ありがとうございます。言っていいですか？はい。ストッキングです。え？
俺な何デニール何デニール50デニールだよな。デニールは知らん、ま、同じやん、全く一緒。一応80、20、50ありました。で、僕が50がいいなと思ったので50にしました。チュンがあの一応タイツ大好きなんですよ、うん、え、嘘でしょ、一つと。え、嘘やろ。これがタイツやったらもうゴールってこと。じゃあ、うん、ほんまに、ほんまに50デニールだったらゴール。そこ細分化せんでいいよ。一緒なんよ、タイツ焼き。マジでこれは、ひとし。タイツ、タイツ。おーしゃー。でもこれ確か80や。ごめん、80デニール。ごめん、ごめん。わからんのよ、これ。デニールで買ってないよ。この5時間の長い戦いに終止符を打ってくれたのはタイツでした。何がキモいって、うん、男3人がそれぞれタイツで買って店で出てきたの。あのおばちゃんちょっと不審な顔してたきね。セクシーなものっていうのって結構アバウトよ、ね、その中で2人が俺の意向を汲み取ってタイツしたっていうのはもうこれぞ一致企画よ、まあ、チームプレーやるんですよ。これはすごいチームプレーですね。僕タイツめっちゃ好きみたいありがとうございます。チューン靴下も好きやきな。そうなんや、足が好きなきね、うん、そうなんやね。もう俺、親も見るぞ。